神津寺は、神津法恩公禅寺ともいい、中華人民共和国石膏省公衆市聖国の聖国藩の南平山にある仏教寺院である。1983年に、漢族地区仏教全国重点寺院の一つに指定された。鎌倉仏教と深い関係があり、特に日本の総統州の階祖である道元の市である、天道にお嬢はこの寺の十字を務めていた。 神津寺ははじめ、江日英明寺ケデラという名前で、五代十国時代の、建徳元年、五越国の正しい用により建てられた。海祖は、英明道船であり、建高氏二年から英明円寿禅寺がその後を継いだ。北宗寺に、ことぶ安子禅院、南宗では、神津法恩公禅寺に名前を改めた。略称して、神津寺、神津禅寺と呼ぶ。 全州御山の一つに列せられている。明、清史以降、しばしば破壊と再建を繰り返した。焼き南米、京嵐、薄女子。小生で髪型、夜、私空香水。明、長大の氏聖光重慶神図寺は、中国の仏教寺院として、典型的な構造をしている。九百六十年に建てられた太遊方殿の、西には、清祖殿があり、中に、 住みの像を祀っている。寺門の右側には、聖古十慶の一つである、南平板章の否定がある。民発の後部年間に、重さ十トンの盆章が作られ、毎日日没時にあたりが暗くなる折、鐘の音が響きなった。南平山には、穴の開いた祈岩が多く、鐘の音に穴が共鳴してはるか、遠くまで聞こえるのだという。高規定は、神津寺の門の外に、 規定を立て、その上に、南平板省の四字を記した。新末の戦乱で、金は失われた。1984年、神津寺は、日本の相当宗広本山である永平寺の援助によって、大盆栓を再建した。1986年11月21日、日中の仏教関係者数百人が、神津寺に集まって、大盆栓落成法へを開催した。 金の外側には、ホッケ京六万八千字が煮込まれている。三門首郎、南平板省の石踏み、ありがとうございます。